雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話。今日も観測船横須賀の前からお届けしましょう。もうね、連日いいことが起こりすぎて、この本に関しては、発売から何日経ったかな、まあ、もうそろそろ1週間経とうかなっていうところですけど、もうそろそろ増刷の話とか来るんじゃないですかね。まあですね、アマゾンで、地球科学っていうカテゴリーがつきまして、今まで総合で、500位とかって言ってたんですけど、カテゴリーがあるんですよ。でカテゴリー、地球科学カテゴリーっていうの中に入りました。そして初登場第1位をね、まあ当然ですけど取りましてね、まだまだなんですかね、もう見てると結構分単位で売れてるんで、在庫が増えたり減ったりするっていうね、結構面白いです、まあ、好調に売れてるようで、ずっとね紹介してる学芸大の学生さんたちとかもですね、結構興味を持ってくれてるみたいで、非常にありがたいですね。いくつか質問に昨日答えたんですけど、そうしたら、まあ、それにちゃんとねお返事をくれたりとかして、まだ会ったことないんですけどね、その学生さんとそういうのができるっていうのはすごい、やっぱこの本の力すごいですね。で、もっと嬉しいことにですね、この本のに関わるイベントが7月13日と7月27日にあるんですけど、13日はですね、まあ、この本に協力している佐々木京子さんという気象予報士の方の、まあ、イベントなんですね。で、7月27日の方はこっちの新刊記念、まあ、正式イベントということで、下北のブック&ビアというですね本屋さんで、定員50名とかですかねぐらいで、もうかなり参加希望が来てるんで、もし来たい人はですね、早めに調べてみてください。まあそんなイベントがあるんですけど、そこにまあ何だったら行ってみたいと、気象の知識とか全くないんですけど大丈夫でしょうかみたいな、全然いいよっていうイベントなんでね、そういう人にいやそういう知識とか全くなくても入れるよっていう、この世界入れるんだよっていうことをですね伝えるイベントですんで、まあ、もしね気になった人は遠慮なく来てくださいね。それでそうですね、何がいいかな今日は。あ、そうですね、またなんですけど、ニコニコ学会のですね、月刊ニコニコ学会っていうところが Kindle 本をですね、いつも編集してて、でまあ、この本が出ることもあって、夏の天気のやばいやつをまとめたっていうね Kindle 本がね、この間取材を受けて、まあ、荒木さんと僕と気象予報士の佐々木京子さんと中村織夫さんっていう、まあ、4人でインタビューを受けて作った本がですね、来7月に出ます。でそれもね、まあ、この本はこっちの方まで結構一般的な話が書いてあるんですけど、そっちの Kindle 版はですね、まあ、なんていうか電子書籍なんで、そのままなんていうか、このシーンだったらどういう風な気象情報を具体的にリンクを見ればいいのかなって言って、ちゃんと気象庁のリンクとかが入ってて、そのまま飛べるようになってると。だからまあアプリみたいにしてね、雷鳴ってるなと思ったらその本を立ち上げて、そのリンク先の情報の使い方とかを、まあ、補助的に書いてあると。で、まあ、僕らのまあ何ですかね、雷と竜巻と、まあ、梅雨も書きましたけど、あと何があったかな、まあ、豪雨ですね、その辺の情報をどういうふうに見ればいいかと、気象庁のリンクと合わせてまとめた本が出ますんで、それね、今完成間近なんですけど、それも非常に
いい感じですね。多分数百円で売られると思うので非常に安いですから、ぜひ出たらね買ってみてください。で、その本で編集をしてくれた森明彦さんという人はこの本の出版記念イベントにも来てくれますんで、まあ、彼もね素晴らしい人なんで、まあ、そういう出会いっていう意味でもですね、本の編集とか自分の表現をいろいろ考えてる人はですね、ぜひ遊びに来てみてほしいなと思います。それではまた明日。